さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラでーす。マリオプラスラビッツ今日もやっていきたいと思います。さて、ここで前回ね、俺宝箱取れに、下から行くのかなと言ったんだけど、普通になんか、改めてね、動画編集してたらいけるやんって思ったので、ちょっと冒頭でいきたいと思います。いけるやんってね、ここほら、いけるやんって、そう。来たぜー。うわー、しかも来てよかった。20個ゲットうめえ。ごちそうさまです。で、さっき戦ったロボ野郎がおんねんな。オッケーオッケー。ではでは、とりあえず次のワールドまで行きましょうか。へい、ではでは、ワールド6っていうか6面行きましょうか。ウェイ。スポーニーを連れて、後ろについてきた。おう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 、まあ、ヨッシーとかに関してはね、ちょっと次バトルが始まってから、ね、確認しようかなと思います。ヨッシー前回仲間だったからね、ヨッシー。ねえ。どんな性能なんだろうなぁ、ほんと。なんで最後の最後まで仲間なんねえんだろうって話だけどさ。いや、そう思わへん、みんなも。もう早く仲間にしてくれよって、よし、使い方ともいいね、ほんと。はい、おーっと、なんだこれ。え、これ何なのこれ。え？迷子だよ、いきなり。つれえ。つれえ、迷子だ。はい、行き止まりやんけ、完全。どうしたんや、これ。ここ入っても下行くだけやろ？あ、壊せたーって。ね、壊せんのかよ。壊せるタイプのあれだったのね。よし、これ壊せるじゃん。壊せる壊せる壊せんじゃん。で、どういうことやこれ。向こうと同じ感じにまた城とかいう、そういうやつでしょこれ。と多分ね、向こうどこ覚えてないんだけど。よし、あ、ここ落ちたとこもある。これも一個奥に。やっぱ揃えろタイプだ。ちょ、やっぱり揃えるわ。まず横でしょ。うわー、ちょっと待って待って、みんな今とんでもねえ発見をしてしまった。ここなんかあるぞ。なかったわ、気のせいやった。ここでしょ、ここでしょ、ここで、ね、全部覚えた。俺の記憶力は日本で30万人目ぐらいや。結構高くない？結構高くない？それってねえ、びっくりするよね。なんか高え、大体高ってなるやつやで、それ。ちょっと待って、分かんねえ。ここか。もう一個下で、分かんねえ、これ。こここう、ダメ、まだこれが分かんねえ。これどこ、これ真横か。うえー、分かんねえ、なんてこった。こうでしょ、こうこいつ誰やねん。下落とすんか、これもしかして。そうかそうかそうか、なんか一個変なとこあるなと思ったよね俺。ここってこいつだ、こいつだ。で、あとは、こう。どうだー！いけたー！謎が解けるって、あーあーってなるね。多分これで、パワーオーブ20個だから。ほらだ、ほらだ、ほらだ！ゲロうめえ。え、スポーニー体力400あるんだけど。今思えば左んとこ。意外と耐久力あるね。いいね、君。戦闘できる。銃撃てる、銃。ねえ、ヒャーンって撃てる。目からビーム撃つか。ビームってね。かっけえぞ、それは。さあ、スポーティンを守れ。やっぱ守れシリーズね。てか、ワールド4じゃ、キノコくんたちもさ、空気読んで全然隠れんぼしてないじゃん。よかった。さあ、面使いたいと思います。さあ、今回は、ヨッシーを入れたいなと思います。ヨッシー。ヨッシー！ヨッシー、遠くからの攻撃が得意だ。あー、ただ、ルイージと仕事取り合う感じなんだね。じゃあ、ルイージと仕事取り合ってください。で、次。あと1体誰にしようかな。まあ、アタッカーでいいか、マリオラビッツでいいか、最強の。困ったらマリオラビッツ。さあ、新しい武器とか入荷してるみたいでーす。攻撃力10アップしてる。ハニーがバウンズ。バウンズやな、ここは。ここにしておきましょう。カープリチョーザ。かわいいね、これなんか。うん。
はい、次、ハンマーでーす。ハンマーは、今装備しているものとあんま変わんない感じだな。おめめハンマー、メダンマーと比べてね。はい、次、マリオラビッツ。マリオラビッツも、特に何も増えてないな、サブは。じゃあ、メインウェポン。メインウェポン。わ、威力10上がるんだったら、入れときたいね。よし。キラキラー、シルバーパワー。かっけー。はい、次、ヨッシー、出てよー。さあ、ヨッシー一番強い武器買ってあげましょう。これでーす。アイス。アイス弱えから、あれこれ、威力低くね？ねえ。インクやろ？これトラップやん、こんな感じで。インクにしましょう。やっぱヨッシーはルイージと仕事被ってる感じ？あ、サブウェポンスキル覚えてないから、覚えらんねえ。さあ、ヨッシーのスキルつけていきましょう。ヒップドロップ！ヒップドロップなんだ！チームジャンプして周りにダメージ与える。面白い！ランチャー！あ、ランチャーなんだね。いいね、いいね。で、スーパーチャンス。スーパーエフェクトが必ず出ますって。強くね？強くね？強くね？それ。ビッグイーター。なにこれ、ビッグイーターって何これ？これ、あれかな？なんたらサイトとか一緒かな？大体。1000ポイントあるんだけど。まあ、とりあえず移動できる範囲を増やしてきました。土管の範囲も増やしておいて、体力も増やしておきましょう。データ、データ、データ、データ。で、スライディングよりも、多分ヒップドロップ。が、重きに置いた方がいいのかなと思うので、ヒップドロップをちょっと強化しようと思います。効果の範囲広げて、ヒップドロップをもうマックスまで鍛えていいや。ね、クリーンジャンプもつけて。でスライディングは、まあ、あんま威力上がんねえし放置。よし、で次。スーパーチャンスと、この、ビッグイーター上げときましょう。で、スーパーチャンスの範囲。範囲も一マス。ピーター威力アップ。まだポイントめっちゃ余ってんだけど、スライディングじゃあげよう。スライディング50。90、90。もう強いな、お前。びっくりした。ポイント余ってんな、マジ。どうした？よし。1ポイント。こんなもんかな。さあ、マリオタイム。マリオもかなり今ありますので。どうする、マリオ。マリオな。パワーブーストの範囲上げとこ。で、次、体力増やしたい、マリオ。マリオ死んじゃうからな、やっぱ。死んでほしくないよ、マリオには。みんなもそうだよね。マリオ死ねないで、マリオってなる。さ、マグネットダンスの範囲広げよう。で、お前マリオ死ねないで、マリオでしょうか。オッケー。ポイントすげえ余ってたな、今回。いや、めっちゃ強化しちゃった。では、始めていきたいと思いまーす。アジリティないんだけどね、今回。まあ、かまへんやろ。さあ、どうしようかな。まず、こやつやな。ヒップドロップで、お退治しますか、お退治。ヒップドロップのお退治パワーで。ここなんか道通れないんだけど、ねえ、普通に行けばすぐ行けるのに、ここ壊せんからめっちゃめんどくさいやん、これ。なんてこっちゃい。なんてこっちゃい、チャイン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 やで、これ。あえてここにおるってどう？あえてここにいて、壊してもらうって、他の人に。ほら、こうやって撃てば、ゼロパーか。あかんか。よし、じゃあ次、ヨッシー。さあ、ヨッシーが、マリオ不明やんけ。マリオ不明やないか。よし、どこまで行けんの、ヨッシーは。ヨッシーは、ここまでだ、ヨッシー。ヨッシー、ここまで。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、マリオラビッツ、ここまで行ったってくれ。頼む。お前、ヒップドロップの範囲巻き込まれたら悪いなってなるかな。では、では、行きましょうか。じゃああれ、ヒップドロップ、あ、めっちゃ範囲広ない、これ、ヒップドロップ。広げすぎたな。マリオ生きとるか？生きとるな。ヒップドロップで壊せていくとこじゃない？もしかして今気づけば。ねえ。そうじゃないの？これ実は。ヒップドロップでマリオモルトも焼くステージ。いきます。ウェイ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 でー！うわ、やっぱそうだ！ウェイ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 って言うとこだ。楽しいね、これ。イエーイ。よし、食べたらどうぞ、そいつ。美味しいかもよ。オッケー。では、では、次、次。スポーニー。移動できます。移動しましょう。やっぱそうだね。ヨッシーのヒップドロップ使って、うまく進んでいくステージだ、ここは。黄色サイト取っておきましょう。おう。ターンエンド。敵は動いてくるかな？撃ってくるか。やっぱそうだよな、マリオさん。やめろーわ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 ーってなんだよ。
あ、お化けか、お前。赤いやん、サイト系使われへんで。くそー。さ、ブーアルキリキ。お前も前に、ビーンと来たけど。わ、壊してくれた道、ありがとう。ブーアルキリもそんな能力があったんや。知らんかったな。さ、サポーターちゃんです。キャー、エッチ、これ、きついな。全部やっつけましょう、このターンで。よし、ではまず、マリオラビッツ。マリオラビッツ動けねえな、もったいねえな、今回。さあ、マリオラビッツは、歌歌うか。前まで出て。ダメージ覚悟の歌歌い。歌おう、歌おう。よし。待ってね。ブーオーフェートゥエートゥエーみんな来てるよさあ、チョエーって来た奴らを。消し飛ばすのは簡単なんですけどね、皆さん。こいつら、ちょ待って、マリオさんの必殺技使っときたい。だったら、マリオさん、マリオさん、そこは泣いてていけないですよね、そこ。困りましたね、マリオさん。マリオさん、多分ダメージ食らってもいいですか、マリオさん、最強ですし。食らいたくねえよな、でも。ここまで行こうか、とりあえず、マリオも。マリオタイム。で、ちょうどいいとこだね。パワーブースト、パワーアップ、マッチョ。マッチョです、私。さあ、マッチョの私。なので、マリオラビッツが、マッチョパワー台風撃つか。マッチョパワー台風。でも、こっちの方がいいよな。マッチョパワーデスハンマーの方が。マッチョハンマーデスハンマー。わー奥のやつまで大ダメージだぜってやつ。よし。で、マリオも撃ってもいいんだけど、先にヨッシー行きましょう。おー、ヨッシースライディングは残念できない。なので、こいつらを、消し飛ばすことしか僕にはできないんだってやつやな。消し飛ばすか。うわ、どうしようかな、これ。消し飛ばせねえな。思ったより消し飛ばせねえな。こうするしかねえよな。隠れたいもんで、でーで、こいつ撃てばあいつも死ぬじゃん。面白えな、それ。いい人生だ。そうそう。ボボ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 ボこいつ死ねばあいつも死ぬぜっていう。さあ、エッグなんたら、よし、ヒーローサイト的ないっすね。じゃあ、スポーニー、お前忘れとったわ。まあ、動こうか。体力400あったら耐えるやろ、お前。知らんけど。お前が壁なれ、壁に。さあ、マリオ。とりあえず、一体やっつけよう。ブーアルキリ、よーし。さあ、サポーターだけ残っちゃったね、残り。かまへんかまへん、サポーターは攻撃力低いからな。動いたねー。じゃあな、ボボ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 ボ。うわ、超威力出た、今の。やべえ。よし。さあ、敵が、最初のとこに出ちゃった。いやいやいや、もう、そんなんじゃ俺たち止まんねえからよ。なあ、回復がねえけどよーってやつ。よし。さあ、マリオたちもとりあえず適当に、この辺言いましょうか。もう適当でいいやっていう。雑いやつ行こう。よし。じゃあみんなでゴールしとこうぜ。さあ、こんなもんかな。よし、もうゴールし短終了でいいやろ、これで。さあ、敵が2体、ボコッと出てきた。ブーアルキリ2体。さあ、バルーキリーは命つなぐ、線をつなぎ。でも、ヨッシー強いよね、意外と。うわー、あいつ、わー、あたたたたたたた、最悪や、こいつ。マジかよ、お前。は？クソ野郎やんけ、完全に、その技。ちょ、マリオ、どいて。あいつ殺しに行こうぜ。ほんま。許されへんわ、これは。全然攻撃当たれへんけん。ここ行かなあかんか。ここもゼロパーな。マリオさん、困ったもんっすね、そこ。そこどうすか、マリオさん。ここだったら 100% か。よし。じゃあ、マリオタイムしましょうか。いや、でも、ヒーローサイトしていいからいいか、ここで。くそ、あいつ、マジ覚えとけよ。お前や、お前！クリティカルショット！飛んでいけ。よし。アウト。で、ヒールサイトしときましょう。おう。出た、出た、出た、出た。君は前行くしかないんだよ。もう。くそー、ターン数が。もったいねえっす。さあ次、マリオラビッツ。マリオラビッツも、V
ぶっちゃけもう前出たいけど前出れない。出たいけど出られない。攻撃もできない。せちがれえな、これ。ここ行くか。撃っとく、とりあえず。もう、怒ってるってことや、俺の。あ、なんか48ぐらいダメしとったやん。受ける。よし、テリスアーマー貼っときましょう。で、よし、よき、よし、ピッピーです。よし、よき、よピッピー。地味に足りてねえじゃねえか、お前。行動範囲をよく見て行動しましょうって言ってな。勉強なるなぁ。まあいいや、とりあえず、ブラズーカ撃ちます。ブラズーカ。消えろ、お前ら。バカ野郎が。この範囲スーパーエフェクト確実発動ってやばくね？マリオの必殺技もクリティカルになるってことだよね、つまるところ。ちょっと手遅れですけど、やっていきましょう。敵が2体増えました。どこ行くん？バーン！やる意味あった？今それ。なかったよね。あー！スポーンに狙わないで！飛んでけや、お前！クリティカル絶対発動するから、お前空中で飛んでけまんや。かわいそう。よし。お前、おい、クリティカル絶対発動するから、お前も飛んでいけやまん。よしよしよし。自動迎撃マシンやんけ、これ。楽しい。じゃあ、スポーニー。クソ、まだゴールできねえ。これもうむしろ、敵無視して引きこもってたらよくねって思うんだけど。残りターン、ラストは。だよね、これってもう。もうだって、食らいようがないじゃん。だから3人で道通せんぼしときゃ勝ちだよ、こんなの。よし。で、マリオも、やんないけどね、通せんぼなんて。とりあえず隅っこ隠れとこ。ダメージ食らいたくねえから。マリオラビッツ食らうんちゃうかなっていう若干、あれあるけどね。大丈夫、大丈夫。マリオラビッツは、強い子、元気の子。よし。一応これだけ発動しとこうか。で、ターン終了でーす。さて、敵のターンです。もうラストでしょ。スピードアップします。うわお、大爆発。で、マリオラビス殴んじゃねえぜ。ウェーイ。こいつ毎回なんか一時爆発するから鬱陶しいな。さあ、スポーニーゴールして終わりでーす。ちょっと一旦無駄なターンがあったね。悲しい。あ、でもギリギリ6ターンで、攻略完了パーフェクトでーす。やったー、うましい。はぁ。なんてステージや、ここは。まあ、勘弁してくれや。さあ、まだ謎解きゾーンでございまーす。まだ出ちゃうよ、謎解き。俺が得意な謎解き。得意だからな、俺。任してみんな。ねえ。なんかよくわかんないけど、適当に行けばいいんでしょ？してるよ、俺。お宝箱あんじゃーん。ごちそうさまでーす。闇の心。ね、人はみんな心に闇を抱えてる。そういうことやな、みんな。かあ、深いぜ。さてさてさて、ちょっとね、左右のとこに宝箱があるかもっていうことが分かったので、ちょっと確認しながら進みたいと思います。こっちないな、宝箱。よし、赤いの来い。こっちない宝箱。なさそう。ねえ、俺、一個危惧してるのは、ああ言ったさ、隠れたとこに入ってんじゃねえかなっていう危険し。ねえ、どう思うみんな。ないよね、多分。一応確認しとく？めんどくせえかもしんねえけど。確認大好きっ子やからさ、ほら、こういうとこ。どっかに宝箱潜んでんじゃねえかな、疑惑。ないか。じゃあいいや。よし。ではでは、次々。赤色がホピーぞ。ちょっと待ってな。スイッチじゃーんと。スイッチじゃーん。青がこれダメだから。青動かそうぜ。青さあ、これで、こっち側いけるようになったぞ。どうや。青色がまた動かせる。完璧でござんますな、これ。完璧でござんますな。ざまんざすな、これ。ざまんざすな。いいですね。よし。さあ、キノコがあるけど別にいらねえんだよね、キノコは。キノコいらねえけど。うわお、赤が動きまーす。あかーん。で、ない、もう。なんか、ラビッツあそこおるけど。なんやろ、かわいそうやな、なんか。
かわいそうやな、あいつなんか。どうしたの、なんか悪いことやったんかな、ほんま。尻叩きの刑なんやろな、あれ多分。うん、一生そこにいろって。言われてんやろな、あいつは。な。人っていうのは豪でまみれてるわ。よいしょ、さあ体力全員70回復。あ、ちょっとスポーニーも体力継続なんだ。俺、スポーニーいくら食らっても大丈夫だろうって思ってたんだけど。いけないのかな、ここって。あ、いけるやん。よし、どうしたお前。あ、ゾウがこれ。なんや。だから縛られてるラビスだと思ってた、俺。勘違いもいいとこですね、これは。ほんと。さて、もう壊そう。おーら、おらおら。うわ、金めっちゃ出てくるやつやん、これ。金のなる石だ、金のなる石。実在したのか。金石くん。よし。さあ、石ちゃんと、ゾウちゃんと格ゲットして。フィギュアもゲットでーす。これなんでここ塞がれてんだろう。また戻るのかな、もしかして。そんな未来しか見えないよね。あ、違うか。一回解いた謎だからもう二度と解かなくていいよっていう配慮、優しさ。やっぱ感動しちゃうわ、こんなの。おー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 。さすがマリオさんやでーっていう。あ、落としちゃったけどいいのこれ。え？え、大丈夫？落としたけど。ちょっと待ってね。入るね。あー、ここに繋がってんやな。はい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 。じゃあちょっと押していきましょう。押してまいる。完璧。なんかある。熱そう！ぬるめのマグマで半身浴。半身浴俺もよくやるけどね。めっちゃ汗かくよみんな。死にそうなるよ、死にそう。さて、マグマで半身浴してるラビッツを脇目に。もう寒いと起きちゃったよ。寒い！タロットカード、芝刈り出てもビビ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 。コインうめえ。お金なんかだいぶ余ってきたよね、ほんと。最初はさ、途中で金ねえ、金ねえって言ったのに。よいしょ、さあ、アートゲットでーす。やっぱチャレンジダンジョンっていうか、隠しステージやってたらやっぱ金たまんのかな。またここ来なきゃいけねえね。覚えとかないと。絶対忘れる。絶対忘れてると思う、俺。未来の俺アホやからさ。さあ、もう一個ステージを攻略しなきゃいけないんだけど、なんか結構いい時間になってきたな。まあまあまあ、攻略しちゃいましょうか。ここも。はい。ではでは。なんかあったぞ。何これ。クラゲ？ぬるぬるは猛毒が甘くて美味しいかどっちだね。絶対猛毒やと思う、俺は。よっしゃ、バトだ。またスポーニーを守れーっていうやつ、ステージでーす。守りましょう。守るくんです。めっちゃ女サポーターの塊やんけ。さあ、今回はちょっと回復薬入れておきましょうね。ヨッシーは、ちょっとメンツとして入れときたいので、ヨッシーは入れとくとして。ってこと考えた回復薬はもうピーチラビットしかいねえわ。これでいきましょう。さて次、スキルです。スキル、ピーチラビットだけど回復量増やそう。回復量 50% でも足んねえことが分かった。まさかの展開やな。50% で足んねえっすわ、ってやつ。よし。では、このメンツで、行きましょう。さあ、ピーチラビッツ一応武器確認しときますね。新しい武器。威力 10% アップか。10% だったらもらっとくか。さあ、サブウェポンです。サブウェポンは変わらずなので、このままでいきたいと思います。ではでは、行きたいましょう。おう、さあ、バトルスタート。さあ、どうしよっか。初手回復しとこうか、とりあえず。トリマ。みんな回復よーす。イェーイ。スポーニーがね、回復できるのがでかい。よし、じゃあ、ピーチラビッツから、とりあえず前進んでいきたいと思います。なんや、こいつら。敵どころか全くわからんやんけ、これ。やべえな。はい。トリマー、じゃあ、ペットちゃん出しとこうか、ペットちゃん。ああ、ペットちゃん、やれるんか、これ。ねえ。え、一旦で届く？届かんよね、あれって。ほうほうほう。え？え？なんかよくわかんない、これ。カメラで見なきゃわかんねえ。どうなってんの、これ。こっから、ここで爆発するみたいな感じか。上にはいけないだね。だから、爆発するなら、ね、ここで爆発するか、ってやつ、あっちで爆発するか、みたいな。まあ、どこでもええやろ、これ。ここ撃っとくか、とりあえず。いけ！ピカチュウ！ 10 万ボルトや！あ、もう結局当たらへんのよ、それ。意味ないやん、それ。何や、それ。
よし、さあ、ヨッシーラビッツ。ヨッシーラビッツ。お、まさかお前上行けるやんけ。上行ってどうするってやつな、みんな。うん、謎謎やってこれ。上行ってどうするやつって。逆に困るよね、これ上行ったけど。行くけどさ。飛んでけー、イエーイ、楽しいってやつ。バズーカを一番奥に当てたらダメージは控えめになるかもしんないけど。ちょ、マリオ行こう、マリオ。マリオも行こうぜ、一緒に。マリオタイム。マリオよりもジャンプ力高えんだ、おめえ。もうすげえな。よし。マリオタイム。ピーチラビッツの行動が失敗したな、今回どっちかっていうと。さあ、こいつだけやっつけれる。ウェイ。ナイスー。あー、ちょちょちょ、え、よし。よし、なんかすげえダメージ食らった気する、今。やばくね？やばくね、今くね？あ、待って、よし、死ぬわ、これ、多分。ピンチ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 。ピンチ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 。ピンチ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 。やべえ。ワンチャンこいつやっつけよう。一体、お化けを。よし。で、ビッグイーター発動。スポーニーも移動しましょう。スポーニーは可愛いからな。これどこ通じてんのこれ。上行けるんや。あ、上行けたんだ。なんだ、俺失敗したな。ルーティング。よし。で、マリオもヒーローサイツ。これしかできないよな、敵のターンでーす。やつらはヨッシーを殺しにかかる。ヨッシー絶対死ぬで、これ。わー、いらんやつ攻撃してもうたー。インク付き。ヨッシーが熱い、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 熱い。やばい。またマリオタイム、うわ、またいらんことなったで、これ。痛い、マリオ、ヨッシー死ぬ。ヨッシー死んだ、くそー。さて、負けたので、負けたのでやり直します。ヨッシーが死ぬのはいけないと思いました。本当に。ヨッシーくんのせいですよ。本当に、もう。死んじゃダメって言ったじゃん。ではでは、行きましょうか。バトルスタート。メンツはこれでいいと思いますので、このまま行こう。よし。これな、ここだよな、やっぱ行くべきは。でもマリオがな、難しいな、最初って。まあ、ピーチラビッツまず移動ね。ピーチラビッツ。ピーチラビッツは若干空気だからな。ここから撃ったところでなんか影響力ないんだよな。撃つ力もねえし。だったらピーチラビッツは前まで行こうと思います。ここでいいかな。よし。で、誰も撃てないから、ペトちゃんを、取りま、奥まで行かせるか。いいね、大冒険や、ペトちゃんの大冒険。大冒険タイム。よし、じゃ次、マリオとヨッシー。さあ、ヨッシーは、ヨッシーはみんなをぶちのめしてえから、まあ、ここ一択やな、ここ。ここやな、ここ。真ん中のとこな。あの氷絶対壊れっからすぐ。なので、こいつらを爆風でまとめて、仕留めてやりてえなと思うわけですよ。50% なんこれって。まあ、ええよ。燃えろ！うわひょー！さ、敵はもう丸裸や、これで。よし。え、グッピーちゃん！で、次。スポーニーは、前へ行って、ここに隠れる。完璧やな。回復は次のターン使うね。みんな死にかけるから、どうせ。もう絶対死にかけるから、あいつら。マリオタイム。マリオタイム、ここでええか。当たりやる攻撃、一応。マリオタイム。だから敵がね、動くキャラクター、お化けだばっかか、これ。お化けばっか勘弁してくれや。お化けやっつけよ、先に。お化け全員知らねえかなー、してーお化けー、よーし、クリティカル、あいつ撃破。まあ、届く範囲だよね。よし、広さいっと。さあ、これでターン終了や。多分なんとかなるはず。敵何してくるかわかんねえけど。
ってた、本気で嫌い。やめろよ。うわ、ペットちゃん。ペットちゃんは死んでもいいの、本当に。おとりだから。サポーターどもがな、何してくるか、飛んで飛んで飛んで。さあ、ペットちゃん。ペットちゃん、ペットちゃん死んだー。辛いやつやんけ。わあああああ。歌う歌うのなし。あぶね。歌う歌うのなし。え、強すぎる歌。歌い手さんですやん。うおー、全部避ける。50%で避ける男。ブブブブブブブバイバイ。マリオのヒールサイト一度も発動せず。辛い人生。よし。こいつ、手前んとこ行ったやつうぜえな。180か。よし、やれるか、そいつ。いや、待てよ。よし、もったいねえな。あいつ無視しよう。無視しても大丈夫かな。大丈夫っしょ。スポニー、トリマー前へ行こう。うわ、奥の敵にやられそう。困った。スポニー困った。困ったにやけど、まあ、行こう。で、こいつだー、ほんと。これって、よし、入ってる。入ってないよな、よし。よし、どうしようかな。よし、もう前行くかも。よし、タイム。よし、前行ったとこでどこ行くねんって話やもんな、ほんま。だったら、よし、こいつ倒しとくか、せっかくだし。な、お前なんや悪えっていう。なんやねん悪え。お前、うちの可愛いチコニーちゃんに何かましとんやって。かましたろうら。くらえ。つえー。よし、次次。つまよタイム。つまよコギルカップしていきましょう。おう。で、マリオが撃つのもったいねえから、ピーチラビッツ、こいつやっつけといて。悟空道。よいね。チコニーちゃん、死んじゃ嫌だよ。ポニーちゃん死なないでね。ワンちゃん死ぬ気もする。死なないでね、ほんとに。上の サポーター3兄弟が怖いんだよな。早くしとくか。こういうことあるから。何やるかわかんねえし。よし。で、サポーター外役組が怖いので、ここで待機。で、マリオは奥のあいつを一体やっつけてこよう。いや、こっから飛べていけない、向こうまで。いけるけど、やっつけらんないか、こいつら。アーマー張ってるし。アーマー張ってるってやばくね、あいつ。お前のことやぞ、ほんま。覚えとけ。くそー。ほら。うっし。さあ、これでサポーターは撃破。またファイヤーであちちちなのかな。そんな未来も見えなくもない。よいしょ、じゃあ、ただ終了でーす。あ、なんか使っちゃった。まあ、ええや。わあ、120! 大丈夫大丈夫。120ぐらい問題ない。上来た。うわあ、どこ行くんや、お前。マリオさんか、もしかして。マリオタイム、お前。50%外してんか。痛い。240だったから生き残ってたな、今の前か。生きてくれてありがとうやね、ほんま。生きてくれてありがとうや。よし、ちょっと遅いですけど。今から参戦。行きましょう。生きりましょう、生きりましょう。いや、よし、狙いのあいつだけやから、あいつ、撃つか。レーン。ゼロやけどなーって。じゃ、スポーニーがようやく奥へ行ける。スポーニー、よし。スポーニーようやかったな、お前前行けてー。じゃ、マリオタイム。どうやってやっつけよ、こいつ。マジで俺は怒ってるからな、あいつをぶっ潰すために。全力全開やで、ほんま。どっちも体力300ちょいか。困った体力だな、お前。お前体力困ったちゃんやで、それ地味に。ペットちゃん出して230。ってとこか。じゃあ、やっつけるの1体だけだな。1体だけ確実にやっつけっか。こいつを。ウェイ。さあ、とりあえず、ガーディアン4、スクライブ、ベージュ。あ、プッシュ出たね。あー、俺も押されたけど大丈夫。押されです。押されたいたらです。で、マリオってなんか鍛えたっけ威力。なんか鍛えてないよね。威力低いままだよね、ストンプ。こういう時鍛えときゃよかったなーってなんだよな。悲しいやつーってやつ。まあ、でもしゃあないし、ここは。
ショコワ、車内ショコワ、車内やで、ウェーイ。で、こやつやっつきましょう。よし。さあ、これでターンエンドだ。特になんもいいやな。よだーん。逃げた、お前。スポーニー撃つ気か、お前。違う、上に行ってジャンプ。うわ、スポーニーや、やっぱ。やめろ。うえー、120! これ、待って、もう一発撃たれたら死ぬぞ。発生。あー、よかった。怖い。敵増えんの？無理だって。回復まだできねえの？ちょっと、ヨッシーが行くしかない。これ、生きるしかない。ヨッシーが生きる。ヨッシーが生きる。おひょひょひょ。おひょ、あひょ。うわ、攻撃誰も届かねえんじゃねえ、これ。ここだったら遠くか。さあ、ヨッシーが今かなり苦労してますね。まあ、一応撃っとくしかねえでしょ、これ。ほら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 。インクついた！ラッキー。じゃあ、あいつ無視しましょう。で、こいつ絶対やっつけなきゃいけねえんだよ。マリオが命をかけて、ぶちのめします。待って、マリオさん。実はこれしとけ、力持ちになっとこう。完璧。さあ、これでこいつやっつけまず。いけるっしょ。で、もうみんな、やっとわかった。もう、勝ち筋な、これが。くらえ。あとは、守りきるだけや。スポーニーを。一番手前に湧いたやつが、何行動してかしてくるかわかんねえのが、ちょっと怖いんですけど。ね、あとは、守りきったらワンチャン勝てる。一応、エッグなんたらしときます。エッグ&チキーラ。で、ピーチーラビッツは、やつを仕留めとくか、一応。仕留めとけたらラッキー。で、くらえ！クリティカル出ろ！出ない！残念。さあ、ターン終了です。誰、お前、お化け以外。あー、ブーアルキリーやっていける。よし、こいつ動いたな。お前、スライディングしに来たやろ、絶対。覚えとけや、お前。ほら。あぶねえ。さあ、ブーアルキリー。動かないね。よしよし、カタ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 。これで、あと、行けば、終わりじゃい！頑張ったな、スポーニー。バトルクリアー。イエーイ。長い戦いだった。体力回復、イェイ。ヨッシーがね、1戦目は活躍できたけど、2戦目ちょっとあんま活躍できなかったね。でもやっぱクリティカル絶対発動するあの技はぶっ壊れだと思うので、あれうまく使っていけばね、やべえと思うわ。マリオラビッツと組み合わせたらストーン確定やからな。やばいっしょ、それ。皆さんいいですか？スポニーの安全が第一ですよ。スポニーから目を離さないでくださいね。もういないんだよなあ。れれ、キノコ王国の運命はスポーニーを無事に連れ帰るかにかかってるんですからね。思えばこの旅にはミスが一ついっぱいありました。一つか二つは僕のミスだったと認めます。でもなんだかんだでスポーニーを無事に保護できたし、もう大丈夫ね、スポーニー。ん、スポーニーはあっちだよ。なや、また一人でうろちょろして、お前はピヨってる、混乱してる、暑さでやられてる、どうしたんやお前。もう見ててよ、追いかけよ。お前は見とけやな、ビーボくん、ほんま。ビーボくんって結構、性格悪いよな。性格悪くないけど、ね、無自覚的に厄介な人ですよね、ほんと。はい、ということで、皆様、じゃあ今回はここで終わりにしましょうか。スポーニーをね、追っかけて、次回は、4の7かな。頑張って攻略していきたいと思います。もうすぐ終わりだー。寂しいねー。また見てね。おっつ。